打倒クボーズ、打倒クボーズ、また2回言っちゃった。このシリーズも2回言うのかい。どうも年貢シューターと申します。さて、この打倒クボーズですね、いやもう見た目は簡単そうじゃないかと思えるところ、今ですね、最後のクボ上杉則政がですね、長尾家にかくまれております。長尾家すごいな、ここまで行ってるのか。まあそれはいいとして、長尾家に私たちね、一矢報いたいわけですが、あいつはめちゃくちゃ強いと。なんとか一回は勝てましたけども、あれはしんどいですね。というところで関東をですね、治めたいと思うんですよ。で今ですね、もう小勢力のですね、この下野の御三家、宇都宮、那須、佐野、これをですね、心中させ、下総の千葉市、これも心中させました。あと残るは里見ですね。ただ私たちですね、里見すら倒せない下手すぎて里見すら倒せないわけですね。まあ二面で作戦で行こうと思ったんですけど、こちら側ですね、早いうち結構手を打たれてしまって、ね、ちょっと反応できないうちにですね、やられてしまいました。やっぱりここはですね、真正面から、あの、大軍団同士でこう、決戦で決めた方がいいのかなっていうね、感じがしますけど、どうでしょうか。ということで今回、里見を滅ぼせるのかせないのか、考えてるだけでワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやって参りましょう。はい、それではですね、いろいろ整えてまいります。軍を取り返されておりますね。まあまあまあ、これはもう兵力が戻るまで。今少しよろしいか。お、ナッス攻略アシナ大田原城。あ、大田原城って北じゃない。兵力6800かい。厳しい。まあ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 、手伝ってやろう、手伝ってやろう。うん、ここがなくなればですね、そうですね、この宇都宮の兵が使いたい放題になりますね。どこから出そうかな。うん、いいですね。ちょっとここが気になるけど、八方がちょっと気になるけど、まあ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 、いいでしょう。出陣いたす。よろしいですか。今川との同盟2ヶ月。今川大丈夫。お、実は侍たちが金の儲けで争っておっかねえ。金山は漁師様にどうたらこうたらつってる。なんだそれ。金山開発ですね。ほう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 。何が足りないんだ。掌握が足りないのか。よろしいですか。今川義元やってきた。同盟延長中2ヶ月。義元は本当いいな。今川はいいけど、なんか武田がいつ頭攻め込んでくるかわからない。1月になりました。上田範貞やってきました。割とボンクラでございますね。ボンクラでもいいんだよと。佐竹義綱、割とボンクラ、ボンクラでいいんだ。お、姫ですね。北条蘭、蘭姉ちゃん、蘭姉ちゃん決定。うん、ああでももうちょっと考えればよかったな。名付けはね、僕のね、アイデンティティの一つなんで、やればよかったな。やり直してまであれだけど。手近な目標があってこそ。なんだよ手近な目標。商いを奨励し、金銭収入を上げましょう。商業を5万以上にする。何でも了承。自身で受けたまわり。何でも了承しちゃう。お、武田が動いてますね。武田砥石城攻めまくってる。我々もどうですか、シーズ攻めるとなると、27,000対14,000。ただこれありったけやった時でしょ。ありったけやると絶対誰かが動くんだよね。ただ、アシナは動かないで、今攻められてる。そうか、今攻められてるのか。長尾が動かない。長尾が動かなければなんとかなるだろう。行っちゃうか。ここら辺細かいのがちょっと気になるけど、もうシンプルに大決戦ちょっと狙いましょう。
まずここに集結、桜城に集結しましょう。できないかな、ここら辺に。あ、できないんだ、ここに出陣ってのはできないんだ。この軍に出陣もできない、もう城しかできないのか。なるほど。あ、ここに出陣はできるのか。いや、これ違うわ、この城からだ。なるほど。あ、でもこれで出陣してここに行く決定。あ、これはできるのか。でも1部隊しかないぞ。うん、やっぱりできないですね。まあなんかできるよっていう、いいやり方あるよっていう、あのお友達教えてくださいね。敵の城だとこれだけ集まるんだけど、どうしようかな。際のお城はいいかなと思うけど、いけるな、多分いけますね。ここやめようか、新田金山。あ、それであれか、これ40日とかの舞台は本当は後から出した方がねいいんでしょうね。星描量が20日違うから、うん、ちょっとやってみるか、細かく。いや、でも難しいな、それ出し方がまたシビアになってくる。うん、やめとこう、舞台数多いし。よし、行ってみよう。で、適当なところ来たらここに集めた方がいいかな。ストップ。で、進軍を始めよ。うん、こんな感じで。どこでぶつかるか。面目次第もありません。お、省略予定。露呈しちゃったの。せめてこれ氏康が来るまで目を賜りとく、待たないと。皆さん、今少しよろしいか。ありがとうよ。大田原城落としましたね。これで宇都宮の兵も使い放題。まああれですよね、あれあげないといけないけど、関係いける人いるかな。これ次、あー、宇治安か。これなんか宇治安以外なんかね使い放題になる方法考えないと、過労以上じゃないといかないのかな、これ。取り掛かろうぞ。さて、大決戦になるでしょうか。お、止まってるな、ここら辺止まってんの。なんだろう、入りきらないのかな。陣を動かすか。じゃあ後ろから動かすか。よし、進むぞ。あ、なんか詰まってますね。詰まってるとかあるんだ。ご命令とあらば。じゃあちょっと迂回したりするか。うん、行きましたね。ちょっと待て、ここ1万もいるやないか。1万も、ちょっと待て、これこの迂回直して。これただ戦場入れる、これ舞台まだあれなのかな、待ってんのかな。城攻めよ。で、1万対1万になっちゃってる。合戦か、合戦やりましょう。菊間の戦い、北条氏康対里見義隆。もうちょっとね、南ですけどね、北条対里見で三船山の戦いってありましたけどね、それは里見が勝ったんですよね。軍表彰、ここの配置とか結構ね重要だと思うんですよね。2回目にしてね、私やっと分かりましたけど、ここの要所が、真ん中の要所が大事。これ要所の種類も知っておかないといけないですよね。それじゃあ開戦しましょう。さあ、どう動かしてた。開戦、今こそ武を決める時ぞ。我が前に立ち塞がる。軌道上昇、ふだけ散れ。厄介な制圧。
こっちに来るか。ちょっと待って、こっちに来るのか。あいつ強いからな。いざ我が軍をこの戦場に連れ去る。一番槍、勝沼衆が一番槍、それダメだよ。勝沼衆じゃダメやろ。で、ここの軒口が取られそうですね。まあ行きましょう。よし、来た。綱重、ここは放棄。向かっている向かっている。制圧。左側はもう全然取れてないですから。で、右側は大体取るけど、今こそ放棄です。さあ、軒口が開いている。撤退。長男衆撤退しましたね。さあ来た。いざ敵八幡北条のこの戦法はね、とにかくしつこいですからね。お、出ましたね、宇治安。相模の獅子、兵力回復はえぐいですよ。うひょ、今こそ勝機です。お、コブを用いるとき用いよう。さあ始めようぞ。頭部、あ、で、スケマサがなんか捕まってるな。これはやばいな。うん、こっちに行く指示にはしてるけど。こい、撤退。まさきで、軒口1個取られる。結構行くね。でも真ん中だ、全然まだ大丈夫で、こっちに進んだらここら辺で仕留めたいところ。あ、今動けないんだ、浮き足だって。そういうのがあるんだ。制圧。おお、押し返した。あ、制圧仕返される。そんなことが。で、壊滅からのだけ。やべやべ、ここ戻んないと。さあどうだ、軒口で誘う策からの攻撃。鉄砲戦車。鉄砲にて敵を乱す。制圧。え、わしの軍略。あ、今戻るの早いな、あいつ。で、ここで戦うか。さあどうなる。攻撃にはならないのか、これ。よし、使おう。コブ、これがある限り吉高には勝てるはずだ。殴り続ければいずれ奴の体力はなくなる。さあ攻撃入ります。がっちり入っていく。これは里見吉高、もう終わりだ。この国は覆される。うわー、ここやべえな。撤退。やべえ、ちょっと軒口やばいから、これ敵を叩くぞ。あー、でも来たわ、援軍が来た。そう簡単に軒口はやらせんぞ。あとどれぐらい、あ、半分から減ってないですね。向こうもかなりの消耗戦。軒口を狙う。いやいやいや、もう無理だ、もう守れないよ。よし、撤退。撤退でもまだ終わらないんだな。よし、壊滅。これ士気結構減るわけでもないんだ。あ、要所制圧が狙える。っていうか、あれですよ、あれやりましょう。こっちまで行っちゃおう。ご命令とあらば敵の軒口を叩きに行く。間に合うか。お、解けた目より撤退。いいぞ。さて、我が策にて仕上げと。破壊早、破壊早いわ。よし、飛ぶためより壊滅。よし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 、我が方が勝っております。向こうはあと2000。ごめん、どうかな。里見義弘隊だけ、まあ、大丈夫だな、絶対に大丈夫。これは先にやりましたね。さて、我が策にて仕上げてまいりました。破壊、これ破壊行く部隊もあれか。
あの大きい舞台とかで行かせた方がね早いっぽいっすね。タイル封鎖もう勝つとし我らの勝つとし、はい。というわけでですね、1万、損害1万、いやこんなに減るもんなのかな。もうちょっとなんかねうまい傭兵がねありそうなもんですね。はい、太田助政勲功1番。はい、ではシーズ城突っ込んじゃいましょう。来た、三つ鱗からの天下に鳴り響かせ、天下に鳴り響かせ、響かせ。はい、ドン。ありえぬわ、ありえぬわ、里見に勝ったか、千葉ちゃんじゃ勝てない。四勢力との関係が好転、長南州から従属度上昇、九つ国軍が当家にのやがえり。あー、すごいリアルリアルリアル。やっぱりね、一個の合戦でね寝返り全然違いますもんね、見てると。で7000がシーズ城入る、これはもう速攻落ちるでしょう。両面で行きたいな、立山多分ニラ山から出せるはず。出陣だ、あの城を奪いに行く、あの城を奪いに行く。あーっと大丈夫だろ、救いも出せるだろ。はは、あは、玄安行け、玄安、あの城は落とさねばな、あの城は落とさなくばな、あの城を渡すとき、あかんかんらわうらしぜ。よし、行くぞ、ハウンドドッグ、ハンドドッグ。我慢比べなら負けぬ、我慢比べがベレ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 ベリ。あ、那須家の大田原城防衛、援軍を求めてリオン、兵力たったの1000でいいの、大丈夫。結城正勝隊1012出したけど、ちょっと大丈夫かな、北関東ここら辺。うん、兵力は少ないけど、おお、これこんな、なんで兵力こんな少ないの。うん、大丈夫かな。でこちら、この城シーズ城速攻落としていく、許さない、敵将取り押さえたり。お、マリアツさん、やっぱりねマリアツさんはね里見とね、あの仲悪いですからね、戦ってる中ですから。忠節を尽くしますぞ。投与しちゃったよ、マリアツさん組頭久々入りました。さあこのまま行きましょう。出陣中の部隊は余力十分、クルリ城など新たな目標を指示だ。アタボーよ、アタリボーよ、クルリ行こう。もうクルリを落とせば抜け殻も同然よ。一気に里見を潰してやる。大田原じゃこそ守りきれなかったの。ナッサン滅ぶ、ナッサン滅ぶ、やばいな。これ次、宇都宮が行けばいいんじゃない？順番に行きなよ、君たち。あとで、北行こう、こっちもね。我慢比べならば負けぬぞ。他県の将の勧誘ならお任せよ。我が策及ばず。我が策及ばず。引き抜き。愚心がございます。愚心がございます。マリアツ信政、もう一人ね信政いるんですけどね、違う字の、やってみせます、あります、スタップサイバーはあります。本当殴られるわな本当に。この城くるりじょ、若くもに下った。あ、やっぱ決戦方式っすな。目標達成しました、帰還してもよ。ダメだよ、ダメだ、マンギ、マンギ行け、マンギ。陣を動かすか。よし、マンギだ。で、もう着きますね。立山ももう着く。立山1700もいる。勝てるかな。攻め立てよ。去るしかあるまい。やれることはやったわい。引かせてもらう。口惜しや。口惜しや。
あ、国衆がどんどんやられていく。あ、結構あれだな、枯渇してるな。あ、なかなかね、硬いっすね。もうちょい、もうちょい。宇都宮信用60に達した。すぐ交渉に移るか。いいえ、兵を奮い立て。武田の同盟とあと2ヶ月、満義を取った。兵糧やばいかな。観念せよ、縄を撃て。お、時田めよりだ。どうや、使えるとするか。時家はね、こっち寄りでしたよね、確かね。北条寄りでしたよね、時家はね。お、時はいいですよ。一月期間もうない、米がない。あ、でこれ勝てないやろ、これ最後の最後で粘り寄るわ。だってさらに三崎城と玉縄から援軍を出しました。これでおそらく落ちるでしょう。落ちないかな。2000いて結構もう城叩いてるんですけど、ここでやられちゃうかな。で、従属吸収って出てます。ナス家はもう風前の灯し火、いっそのことを時計に取り込んでしまっては。愚心があります。いけんの。従属吸収ってこれコマンドでは出ないんですよ、多分愚心じゃないと出ないのかな。お任せを。承認、いいですね。ああ、なんか敵で打ち破ったり。お、敵兵は消えた、消えたけども、あと城叩くだけか。よろしいでしょうか。那須高助が面会を求め、また行ってんの大田原城。でもこれ大田原城落として、え、我々にあれですね、吸収されれば大田原城をよろしいでしょうか、もらえるってことですね。両方もらえる。進めよ。あんまり兵数ないんだぞ、うちは。絶対わしに続け。あんまり やってると北から神が来るから、これあんまりやってると大丈夫。これまだ戦ってるね、これね。やってるやってるやってるじゃ大丈夫。あとこういうなんか戦っててもうダメだろうっていうところどうなんだろう。あ、何もできないんだ。いきなりここで降伏とかないか。あったら面白いのにな。また愚心出てるのかな。さあ落ちるんじゃないですか、これはもう。さすがに城攻め落とした。遂げたり。これで暴走制覇。小さとね、暴走1話ってありまして、結局同盟組んじゃうんですよね、北条と里見って。長きこの憎しみ合いから。我が手に落ちた。え、捕獲。里見義隆からの丸安信政、やっぱり低いんだ。丸安氏は忠誠が低い。さあ全員撃たよ。使えてみるも良いか。対応できないのはいる。お断りよ。おお、義隆ダメだ。義隆を野に放つか。ああ、まあ再起を図ってみるがよい。それこそ負けぬ。どこで会うかな。よし、増えた。帰還してもようござるか。いいぞ。さあこれでですね、滅ぼしましたね。やっと北に向けてこれで動けるかどうかというところ、まあ、ということでまた次回よろしくお願いいたします。それじゃみんな、またんごー。